うさぎ寺として知られる佐渡市の長谷寺。寺のうさぎの飼育環境が過密で不衛生だとして、佐渡保健所から改善指導を受けていたことが分かりました。今日、寺の住職が取材に応じました。境内に立つ大きなうさぎ観音像。そして飼われているたくさんのうさぎたち。佐渡市畑野地区にある長谷寺は、うさぎの可愛らしい姿が見られることから、うさぎ寺と知られ、今や観光地としても人気です。しかし、そんな寺にある問題が。うさぎの飼育環境が過密で不衛生だとして、佐渡保健所が寺に改善指導をしていたことが分かったのです。飼ってるんじゃないんだからね。出て草を食べていただいて。こう話すのは富田方言住職です。住職によると、もともとウサギは境内に生える雑草を食べてもらおうと15年ほど前放し飼いにしたのが始まりでした。その後ウサギは自然繁殖し、最大時およそ140匹にまで増えました。お金かかるわけじゃん、草むしたり。それをウサギにお願いするというのが発想なのよ。増やさないとできないでしょ。過密とかいろんな形の中で問題が生じた。そんな中、佐渡保健所は去年からウサギの飼育環境の改善を求め、寺も今年新たな小屋を作ったほか、オスとメスを別々に飼うなど対応を取ったといいます。住職によると、寺の檀家は40軒ほどと少なく、寺の存続のためにはウサギは欠かせない存在と話します。維持できないのよ、どうしますっていう話なのよ。もうウサギ様なのよ。ウサギにお願いしなくても、ほら、境内草むしたり置いたり、ボランティア含めてそういうところでね、皆さんに協力いただければおのずと解決はできるんですが、今の状態ではなかなかね、そういうわけにいかないんですよ。里親に出すなどして、ウサギ自体は現在100匹ほどに。寺はさらに数を減らすのであれば、来年以降ウサギの飼育自体をやめる可能性もあるとしています。